タカです。今週で6週間目です。で、今週で卒業です。はい、とプレアカデミック2とアフタヌーンスピーキング、グラマーとスピーキングとリスニング、あとプレゼンテーションもあるような、そんな授業です。英語の文法を英語で学ぶっていうことに興味があったからです。最初入った時は日本人が一人というかアジア人が一人だったので、あと南米ですごくびっくりしたんですが、今は韓国、台湾、ベトナムの子なんかもいて、結構やりやすくて慣れて楽しいです。で、アダムは優しくて面白くて、結構日本のことが好きっぽい、そんな先生です。南米が中心ですけど、アジア人の生徒も何人かいて、韓国と日本と、ベトナムと、台湾、そんな感じです。マックスも優しくて面白くて、いい先生です。こっちは逆にアジア人が少し多い印象で、でも仲良く先生と一緒にご飯に行ったりしてます。結構難しい単語とかボキャブラリーが多くて大変ですけど、新しいことが知れるのでいいと思います。ワーキングホリデーで来ているので、仕事を見つけてこっちで仕事をして、1年間暮らすことです。